ャンネルジョッ。さあということで、金曜日やります。22、23、24、火水木3連戦総チェックというところで、まあ、セリーグはですね、木曜日の試合がなくてですね、月火水、21、22、23ですかね、なりましたけれども、佐々木はですね月曜日の試合は、チェックできないというところで、まあ、月曜日は、経過送りになります。さすがに月曜日は毎週4時から7時まで、ベイ FM という千葉の FM 局でですね3時間生放送、やりながら、火曜日はですね朝4時起きで、6時からの、グッドモーニングテレビ朝日系に出るというところでですね、さすがに、そこはチェックできないというところで、月曜日の試合は、まあ、今後もね月曜日あるかもしれないですけども、まあ、よっぽどのことがない限りは経過送りというところになります。あとはですね、なんとですね声優の内田真彩ちゃんがですねこの佐々木チャンネル見てくれているというところでですね、火曜日のですね、アベマでやってるですね、声優という遊びっていう、番組をやられてるんですけどもですね、その中でグッといただきました。佐々木もですねツイッター、何気なくですねちょうど見ててやってくれたっていうところでですね、ツイッターで感想お礼っていうところを出しましたけども、最後ですね、黒ひげ危機一発を一発で当てちゃって時間がめっちゃ余る中ですね、このツイートトークを盛り上がっていただきまして、マネちゃんありがとうグッドっていうところでですね、もしよかったらですねまだ多分見れると思うんですね、アベマで、火曜日、声優という遊び、ぜひ見てください。途中とですね最後の1分ぐらいに、佐々木の話題、佐々木チャンネルの話題出てきますというところで、今日はお送りしたいと思います。この1週間で一番嬉しい出来事でした。さあということでいきましょう。中日対ヤクルト、まあ、月曜日は9対3で、中日、そして22日は3対0で、中日、そして23日は、11対5で中日、中日3連勝というところで、中日は現在借金2まで行きましたね。ちょっとヤクルトは離されて借金15というところになりましたけども、まあ、月曜日の試合はねちょっと見てないんで、火曜日、3対0で中日というところで、もう中日は先発大野がもう完璧すぎるピッチングというところで、まあ、ストレートの、ね、力もあった、通信も良かった、落とす球も良かったというところでも全てが完璧、9回2安打11三振1失球無失点、完封というところですね。でもまあヤクルトもですね石川非常に良かった、6回4安打2三振1失球2失点とね、試合は十分作ったクオリティスタートというところになりますけども、まあね、ちょっと今年の石川はね、ちょっと隙がないかなと、いいピッチングしてもね、ちょっと援護点がなく点を取ってくれず負けっていうところも、ありましたし、ちょっとね、まあ、投打の噛み合わせが悪いかなっていうね、今シーズンになってますけども、まあ、大野はね、完璧すぎるピッチングというところで、ここでね、新聞にも載ってます、日刊スポーツ、大野。3度目完封というところでね、三振にこだわりなくっていうところですけどね、まあ正直ですねヤクルト、いいところなかったですね。まあそれは仕方ないですね、もうこの試合はもう大野のグッペチェンね、でも石川もグッね、お互い両エースがねいいピッチングしたんじゃないのかなという展開になりましたね。で23日11対5で中日というところで、今季初の5連勝というところでね、中日が、昨年同様、シーズンの序盤はバタついて、で後半はいい戦いをする、でそれに佐々木が乗っかって優勝予想するというところにね、来ましたけども、まあ、中日はですね、まあ、この日、まあちょっとね両先発がバタバタとして早めに降板することになりましたけども、まあ、打線がね11対5という形で打線がねちょっと目移りがちですけど、ドラゴンズねちょっと守備良かった、守備軍ね、4回阿部4-3-6のダブルプレー、あそこね無理やり追いすぎて、タッチしてファーストセーフになっちゃうっていうところもね結構多々あったりするところをですね、いい感じまで追いかけて、でそこからファーストスローで、しかもねファーストのビシエドが、セカンドにまたこれいい送球したね、だからセカンド、阿部でビシエドグッ、ね、この、4-3-6ダブルプレー非常に良かったかなと。まあプロだったらねやらなきゃいけないっていうところですけども、タイミング的にも完璧っていうところでしたし、あとね高橋周平のジョーッと突進してからの取ってのジャンピングスロー、あと強打のライナーちょっと逆使われながらもね、反応よくグッと、ね、こういう守備のねちょっとしたところが
相手のね、チャンスを潰していくっていうかね、自分たちのピンチを広げないっていうところになるんで、今日の10いったことね、ホームランも出た、タイムリーも出たっていうところでね、打線にね、目移りがちですけどもね、ピッチャー陣がね、ちょっと苦しい中、守備ね、非常によく頑張ったかなと思いますね。あともう2回にね、早々代打で、溝脇が出てくるんですけど、この同点タイムリーね、ライトへのスリーベースっていうところですけども、ライト坂口なら、あれは取れたんじゃないのかなと。ね、坂口レベルなら、取ってもおかしくなかったんじゃないかなっていうところでね、あれを取ってたらね、ちょっと左右のピッチングも若干変わったかなっていうところありましてね、グローブを触ってるっていうところでね、あそこら辺はね、左右をね、助けると思って、しっかり、取ってもらいたかったなと思いながらね、テレビ見てましたね。あとヤクルトね、打線、山田村上がホームラン打って、5得点取ってね、やるべきことをやったかなというところもありますし、あんな感じでね、11失点、するとどうしようもないというところと、8回ぐらいね、追い上げでしたところで、8回ね、ビシエドの、満塁ホームラン、もうあれでジエンドっていう形でね、ちょっと噛み合わせ悪いですよね。月曜日はね、バーンって打たれて、で、火曜日はピッチャー抑えてるけど、打線が打てない。で、23日はね、打線打ったんだけど、それ以上に打たれるっていうところで、ちょっとね、投打の噛み合わせがね、うまくいってないかなっていうところで、中日のね、3連勝という形の、3連戦になりましたね。さあ、続いて、巨人対広島。月曜日が10対3で巨人、そして、火曜日22日5対4で巨人、そして昨日23日7対3で、巨人というところで、巨人の3連勝という形でですね、巨人の残り40試合で、もうマジックが何個になったのか分かりませんけども、貯金が26という形になりましたね。逆にカープは3連敗というところで、借金が12というところで、最下位ヤクルトとね、1.5 ゲーム差っていうところに、なりましたけども、火曜日22日5対4というところでね、広島先発エンド、立ち上がりはね、攻めの投球で、どんどんストライク、ゾーン投げて、ストライク先行で勝負できてたんですけども、3回以降はボール先行になって、吉川フォアボール、で松原がライトへのタイムリーツーベースっていうところが、これ2点2、ね、タイムリーになって、で5回ね、松原フォアボール、で岡本にね、2ボール1ストライクからレフトでね、2ランっていうところになりましたけど、3回のね、松原のところでもですね、次のバッターが坂本っていうところで、ちょっと無理やり勝負してね、したかなと、ボール先行の中、ストライクゾーン投げて、無理やり勝負したところを松原がね、しっかり打ったっていうところと、5回もね、フォアボール出してからの、岡本のね、2ラン、岡本はね、ホームラン、松原もね、素晴らしいところでしたけども、こういったところでね、遠藤もいいピッチングしてるだけにもったいないね。このストライク先行で勝負できてた立ち上がりはすごいいい形で攻めれたのにもかかわらず、やっぱりそこがね、メンタル的な問題なのか技術的な問題なのか分かりませんけども、いい投球できるだけにね、もったいないかなっていうところはありましたね。そして4回表ツーアウトでね、鈴木誠也センター前で、松原がね、初球のレフト前、ヒットというところですね。で長野がここでスリーラン、スライダー、スライダー、スライダーと、4球ね、スライダー続けて、で松山もね、初球のスライダー、外からのスライダーをレフト前、で長野もスライダー、スライダーボールで、でスライダー、スライダーを、スリーランホームランと、この試合が、対菅野、長野、初対戦というところでね、1打席目は打ち取られましたけども、最後ね、2ボールになって、スライダー連投したところね、これはもう長野も意識して、ちょっと山張ってたかなっていうところでね、もう状態がちょっとアウトコースのぐーって寄っていきながら、バットをしっかり届かせて、スリーランというところで、おーっと、これで菅野の連勝が止まるかっていうところでですね、その後巨人が逆転するんですけども、9回表もね、坂倉がセンター前、で、代走、曽根を送って、ワンアウト1塁から松山がね、レフト前ヒット、で、曽根がスタートを切って、一気にホームへっていうところで、ですね、松山はですね、1打席目ショートゴロで、2打席目レフト前ヒットで、3打席目ショートライナーといった形で、この、 試合も全打席ね、反対方向を狙ってきてるわけですよね。で引っ張らないっていうところで、で最後のねところもしっかり反対方向へ打ったっていう松山のね対応、素晴らしいってね、あんまりこのね菅野から引っ張り傾向になってしまうと、結果が出ないっていう判断のもとで、反対方向を意識したバッティングでね、4打数2安打と、最後もねいいところで1点を取って、これいけるぞっていうところでね、ここから何が起こるか、皆さん分かってますけどね、これは後ほど言うとして、巨人菅野はね、正直4回だけ
まあね、まっすぐスライダーフォークと完璧に抑えて、しかも7回ね、長野の打席、先ほどね、スリーランホームランをスライダー連投して打たれた結果を踏まえて、長野の打席に、まあ、シュートでストライクで、うちのストレートボールで、フォークフォークフォーク連投して三振と言ってね、まあ、前の打席打たれたスライダーを一切使わないで違うボールで打ち取っていく、まあ、こういったところはね、まあ、キャッチャーの大城も含めてさすがだなっていう形でね、見ていましたけど、いい配球したんじゃないのかと。まあ、9回来ましたよ。9回ね、サヨナラの場面というところですね、ランナー若林ツーアウト一塁になってね、フランソワがあそこまで牽制いるかと。まあ、これはですね、あの日刊スポーツでね、まあ、見てたんですけども、まあ、最初に牽制した時にこれ無理くり牽制してると暴投掘ってさよならあるなとかって言ってたんですけどね、で本当案の定ね、暴投を掘って、で結局最後ね、吉川にさよならヒットを打たれるっていうね、もうなんか負けるべくして負けたかなっていう、あそこまで無理やり牽制もいるかでね、まあランナーがね、増田ぐらいのね、もう盗塁絶対あるよっていうランナーだったら仕方ないですけど、若林今季盗塁もね、そんなしてない中で多分ゼロ個だったような気がするんだけどね、あそこまで執拗に牽制っていうのは非常にいらなかった。しかも2アウト1塁、吉川にね、もうバッター集中で、しっかり抑えていくっていうところを取れば延長戦になって、少なくてもね、サヨナラ負け、9回のサヨナラ負けはなかったんじゃないのかなっていうね、まあ、キャッチャーベンチも含めて、まあ、本人もそうですけどね、そういったところがね、ちょっと卒が隙がね多すぎるかなっていうところに見えましたね。でそれですね、まあ菅野がね、デラロサが打たれて、で追いつかれて、でまあ、結局ねサヨナラ勝ちしましたけども、まあ、菅野のね開幕からの連勝というところが、まあ、止まったわけじゃないですけど、まあ、勝ち星が増えなかったっていうところでね、まあ、非常に心中穏やかじゃないとは思うんですけども、サヨナラ打った時にベンチからね、この吉川に向かう姿って本当にね、嘘のないこの満面の笑顔でチームが勝ったことの喜びでね、デラロサが打たれた時にはベンチでね、そのデラロサを気遣う対応、まあ、まさにエースだなと、もう人間性本当に出てるなと。まあ、人によったらね、もう悔しさのあまりね、まあ、顔出ししたりとかいろんな態度を取った可能性はありますけども、さすが菅野っていうね、ああいうなんかもう紳士的な、もうなんかチーム愛っていうところがね、もう明らかに嘘じゃないね、明らかな対応、笑顔表情っていうところは本当に素晴らしい、対応だったんじゃないのかなとね、見ていて本当に感心する思いでしたね。で、まあ、23日、7対3でね、巨人の勝ちというところで、まあ、巨人先発田口ね、8回、3分の1ね、もうこう9回完投かっていうところでね、最後ピレラにホームラン打たれて、まあ、降板する形になりましたけども、112球5安打5三振ね、3四死球で3失点っていうところで、まあ、完璧に近かったかなと。まあ、インコースアウトコースにストレートしっかり投げながら、まあ、曲がりの大きいね、食い込んでくるスライダー、まあ、右にはね食い込んでくる、左にはね逃げるっていう、まあ、イメージとしては今西武に行きましたけど、ジャイアンツにいたね内海の、スライダー、まあ、カーブみたいなスライダーにねよく似てるなっていうところありますけど、あれがね曲がってからクッと食い込んでくるのが非常に昨日のねピッチング内容で良かったんじゃないのかなっていうところで、田口ナイスピッチングね。でまあその後でね、フォークとか低めに落とす球を効いたっていうところで、まあ内外、緩急高低使いながら非常にいい形で攻めれたんじゃないのかなと。でまあ打線はね、11安打7得点と、で坂本が4打数3安打、3打点1ホーマーで、若林もね、ランチのホームラン打って、まあ、ヒットもありホームランありっていうところで、まあ、完璧なねバッティング、つながりっていうところがねできたんじゃないのかと。まあ、坂本もね、あと40試合で、2000本安打まで39となりましたけども、まあ固め打ちもねあるんで、まあ僕はね到達するんじゃないのかなと思いますけども、まあ状態もね、まあ結構ねホームランも打率も打ってんすけど、坂本が不調って言われるこの坂本の凄さね、が改めてすごいなって、これで不調って言われるってね、まあ僕もそうですけど言っちゃうところがね、坂本の凄さを物語ってるんじゃないのかなとね、解説しながら思います。広島はね、もう野村が3回4失点で、島内2回2失点とね、もう序盤でねちょっと試合がね、決まっちゃったかなっていうところもありますし、まあそれを跳ね返すね、まあ打線の力もなかったかなっていうところでですね、まあ4回ね吉川センター前打って、で松原フォアボール、坂本フォアボールとね、でここ岡本6-4-3ダブルプレー間にね1点取られるっていうね、このフォアボール連発で失点っていうところも、まあ野村先発崩れて、その後がね踏ん張ってればなんとか逆転っていうところもあったんですけど、その後もねちょっと島内も踏ん張れなかったと。でその後ワイルドピッチと磯村がね股の下抜けて、その1点もね無駄っていうところでバッとね、あれは止めれますよ磯村っていうところですよね。でまあ結局いいところなしのカープとしては3連敗、まあ2戦目のねあれで最低でも引き分けできてたらね、昨日の試合も状況変わってたかなっていうところはありますけど、
まあ、広島としてはね、ちょっと完敗な、3連敗だったかなと思いますね。さあ続いて阪神対 DeNA、21日月曜日は5対3で阪神、そして22日は6対3で阪神で、23日0対4で、DeNA、2勝1敗で阪神の、勝ち越しというところになりましたけども、火曜日の試合、6対3で阪神の勝ちというところでね、まあ、DeNA ピッチャーね坂本、まあ、いい投球してただけにね、なんかもったいなかったなっていう感じで見てましたね。まあ、3回裏2アウト、まあ、ピッチャーのね高橋にこれライト前打たれる、これがねできた、抑えれたんちゃうかっていう、ここでライト前打たれて、その後ね最近もう絶好調ホームランバンバン打ちまくりの近本がライトへ先制ツーラン、この2点は防げたんちゃうかなっていうところでね、非常にもったいない失点になってね、もう一気に序盤でねこう勢い乗せたかなっていうところもありますし、まあ阪神はね逆にノーアウトで5回表ね梶谷ライト前で外フォアボールね、このオースティンにスリーラン、一時逆転のスリーランを打たれるんですけれども、これもちょっともったいない、もう高橋坂本のバッテリーね、でこのオースティンに初球ねカットボールで、これをいい感じで引っ張られてねファール打たれるんですよね。でそのカットボールを続けてホームランなんですけども、多分オースティンはねそんなに頭使って配球読むタイプじゃないと思うんですよね。もう自分のタイミングで振ってくると、だからレフトにガーンって大きい当たりしたから、もうそこを意識してないだろうは多分通用しないんだよね。でしかも先週あたりとか、まあ、あのヤクルト戦もそうだったけど、あの低めに落ちる球本当にねもうちょっとは意識せえへんのかっていうぐらい、もう空振り空振り空振りで、もう低めのね落とす系投げときは空振りっていうところをですね、まあ、せっかく初球ワンストライク取られたのに、その続けてね満塁ホーム、スリーランホームラン、これはちょっとね避けられたんじゃないのかなっていう感じで見てましたね。でまあ DeNA ね8回裏ノーアウト1塁近本バンドでピッチャー石田ね、フィルダーチョイスというところであれば完全にねタイミングがセーフだっただけに、もうファーストアウトでよかったんちゃうかとね、でその後送りバンドで糸井がねインコース、これはね非常に糸井グッナイスバッティング、ね、簡単な球じゃなかったですけど、インコースのね難しいストレートをしっかりね腕を畳んで腰の回転で、打ってね勝ち越しのタイムリーグッ、ね、これが決勝点になって、まあ、阪神がね勝ったっていうところになりますけど、ちょっともったいない、あのこの火曜日の試合 DeNA 的にはねいけたんちゃうかなっていうところでね、まあでも逆に阪神はね、リリーフの岩貞岩崎1イニングずつねノーヒットグッドリーフね。でまあ、9回ワンアウト1塁でスワレスでオースティンがセンターに抜けるぐらいの、あれ抜けてたらねひょっとしたらっていうところをですね、木浪がグップレイね、6-4-3ダブルプレイでねこのピンチを切り抜けてグップレイ、まあ、木浪もねいいプレイもすごいあるだけにね、このポロンっていうねエラーちょっとね防いでいけばもっといい選手になるんじゃないのかなっていうねところのグップレイを見ましたね。でまあ昨日4対0で DeNA、もう上茶畑にグッ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 、ナイスピッチングね、本当に9回144球、まあ、最後はね、もう投げ出したっていうところで、まあ、6安打10三振、3四球で無失点ね、まあ、2桁奪三振で、完封勝利というところで、自身ね、まあ、2度目、今季初完封になりましたけども、まあ、っすぐカットボール、でツーシーム、非常に良かったかなっていうところでね、まあ、特にカットボールがね、非常に良かった、で最後のね、三振もカットボールで締めて、完封達成というところになりましたけど、あとね、たまに投げるストレート、これがまたすごい息だね、それによってより変化球も息だし、やっぱりね、ストレートを結構投げながら、ツーシーム、カット、フォークとかカーブとか、チェンジアップかな、まあでも基本的にはもうストレート、カット、ツーシームが多いけども、それ投げていく方がね、より上茶谷が生きるんじゃないのかなってね、まあ素晴らしいピッチングだったなと、まあ阪神はね、チャンスほぼなしっていうところでね、まあランナーは出しましたけども、ちょっとね、ここはいけたんちゃうかっていうチャンスがね、ちょっとなかったかなっていうところはありますね。まあ DeNA はね、まあ四球からの得点というところで、まあ6回オースティンがフォアボールで、3のね、ライトへヒットを打って、でノーアウト1、3塁でね、宮崎のサードゴロの間に1点とかね、で7回は倉本がセンター前で、梶谷フォアボールでね、まあ外がね、連続の、スリーランホームランっていうところでですね、まあしっかり、ワンチャンスをものにしてね、4対0、上茶谷のね、好投に、応えたかなっていうところで、で7回はね、倉本からっていうところで、9番倉本から1番梶谷外のね、この9番野手っていうところが非常に生きたね、打順になったかなと、まあこういうとこもあるんでね、一概に8番ピッチャーを否定できないんじゃないのかなっていう一戦に見えましたね。ということで、阪神のね、2勝1敗の勝ち越しっていうところにね、なりましたね。さあというところでね、セリーグのこの3連戦が終わりましたけども、まあもう正直ね、優勝はねちょっと巨人かなっていうところもありましたけども、まあ阪神、 DeNA、 中日、まあ広島とヤクルトがまあワンチャンあるかなっていうところでね、まあ A クラス争い、まあ中日は DeNA に1ゲーム差で、まあ DeNA はね、まあ阪神に 1.5 ゲーム差っていうところで、このね短いゲーム差でね、なってるんで、まあ基本的にね、まあ僕ら解説者とかね、
まあ、昨日もプロ野球ニュースで真中さんとかも話してましたけども、まあ、外の人間はね、2位も6位も一緒やろ、6位の方がウェバーでドラフトいいやろって言うんですけど、結局やっぱ監督はね、やっぱり A クラスと B クラスはやっぱ天と地ほどの差がねあるっていうね、まあドラゴンズもねここ最近ずっと B クラスで、これがね A クラスに入るっていうことは非常に大きな価値を生みますし、まあ DeNA としてもねラミレス監督が続けて A クラスになるっていうところも非常に価値を生みますしね、まあ多くの監督さんがねやっぱこの A と B っていうところはね、まあ評価基準の一つとしてはやっぱりすごいやっぱ天と地ほどの差があるっていうところでね、まああとはまあ優勝はね正直なくなりましたけど、まあ首脳陣監督コーチは、まあ、自分たちのためにもね評価を上げるため、まあ選手はね打ったり投げたり勝ったりすることによってですね自分の評価を上げれますけど、やっぱ監督コーチっていうのは、まあ、チームの順位でしかねなかなか評価を上げれないっていうところで、まあ、終盤ねこのまあ多分全力で A クラス入りを狙っていく戦いっていうのをですね、まあ一つのですね、まあ面白み、楽しみ、興味にしてですね、まあセリーグファンの皆さんもですね、この残りのシーズン、プロ野球を楽しんでもらいたいなっていうところもありますしですね、この A クラス争いがどうなるんやっていうところをチェックするのにですね、里崎チャンネルですよ。皆さんね、お願いします。パリーグはですね、今日今から解説に行って、もう一回夜に撮影します。今日は、今これお昼です。セリーグ先に収録してちょっとでも楽しようというところで、この後解説行ってまた夜動画撮影します。壁の背景、着てる服変わると思います。気になさらず後編、パリーグ編です。スタート。さあということでパリーグ編っていうところでね、行きたいと思います。西武対日本ハム、22日1対5日本ハム、そして23日6対5西武、そして24日2対12で日本ハムということで、日本ハムの2勝1敗の勝ち越しっていうところのね、試合展開になりましたけども、22日の試合5対1日本ハムということでね、まあ日本ハム立ち上がり2発でね一気に試合を有利進めるというところで、まあ初回ね2アウト1塁中田がね1ボール2ストライクからカットボールをね、レフトへ2ランホームラン、そして2回ねノーアウト1塁、ワイルドピッチねフォーク、これもりねイージーミスバッと止めれますというところでね、ワンアウト2塁になって清水がね初球まっすぐをね、まあ右中間に、2ランホームラン、左中間に2ランホームラン、まあ、ここねもう一気にパンパンとね、主導権を握るホームラン2発でね一気に試合をね、まあ、進めていくっていう形になりましたけども、まあ、中田はね、まあ、今日も打点を上げて現在まあ打点王というところでね、いい形で、チームに貢献してるかなと。で、まあ、先発噂はね、まあ、ランナー出してピンチを作るもね、まあ、2回ワンアウト1塁ね、まあ、木村643ダブルプレー、そして6回ね栗山タイムリーの後ノーアウト1・3塁からね山川三振で森をね163ダブルプレー、ゴッ、ここねよくね粘り強く踏ん張れたかなと。まあ、ここでね一気に行かれてたらね逆転っていうところもあったかもわかんないですけども、まあしっかりねストレート腕振れて、でフォークボールもねいい高さから落とすというところで、まあしっかりねいいピッチングできたんじゃないのかなと。でまあ西武はね高橋逆球多くね、まあ小球が甘くなり、まあ立ち上がりねまあつまずくっていう形でホームランパンパンと打たれてね主導権を日本ハムに一気に握られね、まあ高橋としても、リズムに乗り切れなかったっていうところでね、まあ打線もねまあ序盤の失点をね跳ね返す力もなしというところで、まああとチャンスでねダブルプレーが非常に多かったかなっていう試合展開になりましたね。あと金子3回、200盗塁グッドナイスチールというところでね、素晴らしい記録が達成されたっていうところでしたね。23日6対5でね、西武の勝ちというところで、まあ日本ハムでいうとね樋口6回プロ初ヒットグッドナイスヒット、しかも、ファーストのメヒアがね樋口に直接ボールを渡すっていうね、まああいう光景本当に素晴らしいかなと思いましたね。まあ西武はね、まあ、ハメは5回3分の13安打2三振4四球4失点とね、まあ立ち上がり制球悪くねちょっともたついたかなと。まあ2回渡辺フォアボール、太田センター前ヒット、で樋口フォアボールでね、でここ清水にレフトへタイムリーツーベース2打点で、中島ねショートゴロで、西川フォアボールで、これ松本ね、犠牲フライで1打点っていうところで、まあここしっかりね、まあ、フォアボールも、重ねながら日本ハムにね得点されちゃったかなと。で3回以降はねしかしねストライク、ストレート、ストライク先行で、まあ、緩急もしっかりつけて、まあ、6回ね中田のレフトでのホームラン、まあ、これだけでねあとはしっかり立ち直れたかなっていうね、そのまあ吉井ってはしましたけども、まあ、序盤のねこの1期の2回のね、3失点っていうところで、あとは中田の6回のホームランっていうところでしたけど、その後はねしっかり、投球できたことがね、
勝ちに結びついたんじゃないのかなと。で4回ね、木村が、レフトへスリーランホームラン、ワンボールゼロストライクからね、ストレート甘めに入ったところを見逃さずね、バーヘーゲンからしっかり一発ね。でしかも5回木村がね、今度ストレート、ライトへタイムリー、まあ、4打数2安打4打点1ホーマーということでね、この木村の活躍でね、まあ、一気に得点というところで非常にいい形で打線が回ったかなと。まあ、日本はね9回、ピッチャー増田ね、松本ライト前で近藤フォアボールで、ね、これ一気にいけるぞというところで、まあ、なかなかね 6-4-3 ダブルプレーで、その後渡辺三振というところでね、まあ、好機を作るも、そこで抑えられちゃったかなというところの6対5西武の勝ちというところになりましたね。で今日っていうか昨日24日、2対12、もう日本ハム打線爆発というところでね、まあ、西武は3回表、ワンアウト1、2塁でね、太田の打席、カーブをね、ワイルドピッチっていうところで、その後スライダーがね、甘くなって、この太田に打たれるんですけども、まあそこでね、もうちょっと低めに投げなきゃっていうね、まあ、あのね、カーブのワイルドピッチはね、正直ちょっと次はね、あれ難しい。止めなきゃいけないかも分かんないですけど、ワンパンしすぎっていうところでね、こう胸ぐらいのところにワンパンになっちゃったんで、あれ止めるのは正直難しいですけど、でそこでね、伊藤も次スライダーのサインが出て、やっぱ低めしっかり投げなきゃ、でキャッチャー次もね、もっと低めっていう風にね要求していかないと、やっぱりねなかなか厳しいかなと。そこ甘く入ってね、まあ、大谷、ものの見事にレフトへのね、タイムリーっていうところはね、ちょっと意識がね甘いかなっていうところを見えましたね。まあ、日本はね3回裏ワンアウト1塁、まあ、その先ね、打球を、平沼ねエラーというところで、あそこはねもう 6-4-3 ダブルプレー取れたっていうところでね、まあそこをエラーしてしまうんで、その後ね、タイムリーエラー1点取られて、おこれちょっとどうなるか分かんないというところで、上原がね、栗山フォークで三振、そしてメヒアね、フォークで三振というところでよく踏ん張ったかなと。上原ね、グッピッチング、あそこのね踏ん張りがなかったら正直ね、ちょっともうちょっとバタバタってね、この12対2がこういう点差ね、ひょっとしたらならなかったかもしれないっていうところの、いいところでね、この平沼のエラーを、上原がねしっかり踏ん張ったかなと。まあその後ね三遊間の打球、平沼ねいいプレーもあっただけにね、まあここから、最近エラーも多いですけども、ここから精進してね、いい選手になってもらいたいなと、思いますね。で西武はね5回表ワンアウト三塁ね、太田、サードゴロで、中村がねホーム送球と、タイミング完璧アウトと。でもね次があのタッチが甘くてね、渡辺ホーム生還を許すというところで、こうタッチもねこうパーンって放っちゃダメなんですよね。あの盗塁の二遊間とかサードと同じようにもうパーンってもうそこのベースのところに止めとかないと、あのパーンって空タッチになって、手にタッチできなくてその手が入ったっていうね、ああいう、まあ、中村としてはね完璧にホームスロー、タイミングもアウト、全くフィルダー勝負ついてしまいましたけど、中村はね全く問題ない完璧なプレーをしたかなと。でキャッチャーの告げがねちょっとタッチが甘いというところで、ああいうところをねもうちょっと教育、していかなきゃいけないのかなっていうところもね見えましたね。でしっかりねあのリクエストでセーフになって、まあ、2対5と2対4からの2対5っていうところのね1点正直大きかったかなっていう感じもありますね。まあ、日本はね上原7回103球5安打9三振1失球2失点と、非常にフォークボール非常に良かったですね。でそこをね西武打線が全く対応できてなかったっていうところでね、しっかりね最少失点で抑える中、まあ打線がね、まあ、爆発っていうところになりましたけども、まあ打線においてもね、20安打今シーズン、パリーグ初というところでね、20本のヒットを重ねて、12点を取ったと。でまあ先発野手でねヒットを打てなかったのは清宮だけというところになりましたけども、まあ清宮もねセンターフライセンターライナーセンターライナーライトライナー、サードゴロと、まあ結果ヒットは打てなかったんですけど、内容はちょっと良かったかなと。積極的にねファーストストライクから打ちに行けたっていうところもありますし、しっかり捉えれたっていうね、いいバッティングしたけどもそこに野手がいたっていうね、ちょっとアンラッキーだったかな。でも内容はね、清宮のバッティング良かったんじゃないのかなっていうところで、2勝1敗で日本ハムのね勝ち越しっていうところになりましたね。さあ続いて、ソフトバンク対オリックス、22日、0対1でオリックス、そして23日5対10でオリックス、そして昨日24日3対3で引き分けということで、オリックスの2勝1分け、ソフトバンクがまさかの最下位オリックスに、2敗1分けとね大きく、負け越してしまったっていうところですけども、まあ、このねちょっと火水木の試合がですね、まあ、8月11日、まあ、これはね同一カード6連戦だったんで仕方ない。でもこの25の26、27で9月1日1、2、3で、まあ、今回の22、23、24と火水木が4回目っていうね、オリックス対ソフトバンクはこのスケジューリングはねちょっと疑問、もうちょっとうまくスケジューリングできたんじゃないのかなと。常にね千賀と山本が投げ合うっていうところで、ちょっとこのねアンバランスな、
まあ、お互いのチームにとってねあんまりいい形じゃないっていうところのねアンバランスなスケジューリングになっちゃったかなと。まあその中ね、火曜日0対1オリックスの勝ちというところで、まあ千賀がね、まあ、フォアボールゼロとコントロールがね定まればそんな簡単に打てないなっていういいピッチングね、まあ、吉田正尚のホームラン一発っていうところになりましたし、まあ、山本のね球威制球抜群というところで、まあ、両エースがね素晴らしいピッチングになって、結局1対0になりましたけども、まあ、吉田正尚もね156キロ千賀のねこれをホームランね、素晴らしいバッティングだったかなと。で、まあ、ソフトバンクはね3回ワンアウト1・3塁ね中村が 4-4-3 のダブルプレーね、あのそこだけは打っちゃダメよっていうところでねピッチャーの頭をポーンで越えてショートのなもうベースの上でっていうねそこさえいかなかったら、ゲッツー崩れで1点入ってたかなっていうところのねバッティングになりましたね。で8回ワンアウト3塁でね、川島ファーストライナーと、3塁ランナーギャンブルスタートとでダブルプレーになってね、まあこれも仕方ないし隙もないね、ちょっとソフトバンクは最近ね3塁でギャンブルスタートでライナーでダブルプレーになるっていうちょっと隙がないところがね、まあでもそれはもう作戦なんでそれは仕方ない、やっぱ1点取りに行くっていうところでねちょっとついてなかったかなっていうところで1対0のねオリックスの勝ち、山本ピッチングね。で続いてね23日5対10で、オリックスの勝ちというところですけども、ソフトバンク先発武田ねストライクボールはっきりしてで甘めにね投げていってそこをどんどん仕留められると、でリリーフ投手陣鍛冶屋かなもう踏ん張りきれずというところでビッグゲームね、鍛冶屋も1回5安打1四球3失点と、まあこちらもストライクボールはっきり分かれたとなってますけども、まあ4回で9失点さすがにこれはきつい、いくらね強力と言ってもね、でまあなんとかねあひょっとしたら追いつくんちゃうかっていうところでねまた終盤バタバタしてしまったとね、言ったところも正直きつかったかなっていう10対5こう2連敗で今日迎えてね、3連敗するんじゃないのかってソフトバンクっていうところで、まあ、3対3の引き分けになりましたけども、まあ、全体的にねソフトバンクは1番シュート5打数ノーヒットで、まあ、2割2分打率ね、で2番栗原も5打数ノーヒット2割3分4厘と正直これできついね、で4番柳田がね4打数3安打打ってるっていうところでねこの 1,2 番の出塁ができなかったっていうところもまあ点をね重ねられなかったね、まあその中で中村晃がねツーランホームラン打ったっていうところは非常に大きかったですけど、で9番の牧原からね4打数3安打と塁に出てるながらこの 1,2 番がねストップをかけてしまうっていうところも打線がね線で繋がらなかったかなと。柳田が4打数3安打打ってもその後デスパイネ3打数ノーヒットでグラシアラねホームラン1本打ちましたけども、まあ4打数1安打でその後松田が 4-0 で高谷 3-0 とね、まあ打つ人と打たない人打つ人打たない人みたいな感じで打線の繋がりがねなく、まあ中村晃のツーランそしてグラシアルのホームランとね、まあ、一発攻勢にかけるしかなかったっていうところもちょっと苦しい、打線かなと。でまあ5回表ね、先頭の杉本がねオリックスショート内野安打になるんですけども、あそこ牧原ねもっとチャレンジしてあの体勢だともう確実にセーフだから待って取ったらね、まあアウトになるセーフになる別としてチャレンジしてジャンピングスローぐらいでねもう素手で取ってファンって投げるぐらいのチャレンジして、行かないとあそこまで大事にいってもねっていうところはあったかなっていう見方ですね。でノーアウト一塁でね、まあ、大下サードライナーこの時にね、まあ、ワイルドピッチ、まあ、高谷そこは止めれますよっていうね、またの間抜けちゃったねっていうところで、まあ、その後ねバタバタしながら、まあ、西村フォアボールでワンアウト一塁でね若月がレフトへタイムリーツーベース、まあ、若月グーってねここ1打点でその後太田のねショートゴロで1打点とね、まあ、そつなく得点を重ねるというところでね、まあ、オリックスこのまま行くのかっていうところでしたけども、まあ、結局はね、まあ、3対3、まあ、あとはね両リリーフがしっかり踏ん張ったってね両チームのリリーフね、っていうところで、まあ、ソフトバンクはね足踏みの、まさかの、2敗1分け、オリックスはねここに来て若手のね、活躍が光りながら、面白い戦い続けてるなというところで2勝1分けという形になりましたね。で最後に、楽天対ロッテ、22日12対4で楽天、そして23日5対3で楽天、そして昨日24日3対0で楽天、楽天3連勝というところで一気に2位ロッテに 2.5 ゲーム差までつけめて、首位ソフトバンクまでが 1.4 ゲーム差、よっとこれは面白くなってきたねという、あ4ゲーム差じゃないと 4.5 ゲーム差か。いや面白くなってきたねっていうね展開のまさかのロッテ3連敗きついっていうところですね。まあ火曜日の試合ねロッテ石川、まあ球がね高い甘い逆球多いというところでね、まあバットの3点セットになってですね、まあこんなに悪い石川ちょっと久しぶりに見たかなと、なかなかね最近状態も良くていい形で投げれたんですけど、まあここまで悪いのは久しぶりに見たかなっていうぐらいのね、バット3連発な
投球になってしまいましたね。まあキーポイントで言えばね、3対2で迎えた5回裏ね、2アウト2塁鈴木大地ね、センターへの同点タイムリー、ここで抑えれるかどうかでねっていうところでね、さすが大地っていうね、大地くんね、でヒットを打って、その後浅村が左中間にツーラン、グッと、まあこの試合ね、浅村が、まあ、ホームランね3本打って、まあ大活躍っていうところになりましたけど、楽天はね1番田中和樹がね5打数3安打2打点1ホーマー、2番鈴木大地が3打数2安打1打点で、3番浅村がね4打数4安打7打点3ホーマー、もうこれはもうね、もうどうしようもなんないっていうところでね、でまあ DJ ジョンソンがね楽天に加入して、で勝ち投手になるっていうね、まあこれでね一気にチームにね浸透してまとまってチームの一員になれたかなっていうところと、まあね移籍してきてね、しっかり抑えながらそこで勝ち投手になれたっていうところもね、本人としてはスムーズに入ってきて、まあ素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。あと福山はね517日ぶり怪我から復活とあってね、まあ2安打許すも無失点で抑えるというところでね、まあこの中継ぎ陣の強化っていうところは、まあ残り試合考えるとね、楽天には非常に大きいピースになったんじゃないのかなと。でまあ4回表ね、2アウト満塁から交代したね鶴崎、ここでね中村がね見逃し三振、この鶴崎のねピッチングっていうのも非常に大きいかな、あそこもね結構キーポイントだったかなと。もうね見逃し三振して歩いてる帰ってる姿、え俺じゃないよねっていうぐらいのね、同じドヤさんっていうやつですかになっちゃったかなっていうところもありますね。でまあ23日ね5対3っていうところで、まあロッテ小島ね5回5安打6三振5四球3失点、まあ5四球これ久しぶりにね小島をちょっとコントロール乱したかなとね。まあ立ち上がりね、この対角線、右バッターのインコース、左バッターのアウトコースっていう対角線のね、まあ制球が悪くて、まあ2回で先頭ロメロフォアボールからの3失点で、まあ逆対角線のね右バッターのアウトコース、左バッターのインコースのストレートチェンジアップ系は非常に制球良かったんで、まあなんとかね3失点でまとめるっていう形になりましたけど、まあ最近の小島のピッチング見てるとね若干ちょっと悪かったかなと。だこの石川ね、小島と若干珍しくね悪かったなって、ちょっとプレッシャーもあったのかなっていうね投球に見えましたね。逆に楽天枠にね6回ワンアウトから、藤岡デッドボールと、ここまでね完全試合だったところでデッドボールになって、でその後大体清田がねチェンジアップ低めねいい形でうまく打って、で福田が、今日が一軍復帰っていうところでね、まあ1打席目が三振、2打席目ピッチャーゴロとね、なかなか結果が出ない中で初球のカーブね若干タイミング外されながらもしっかり踏ん張ってね、レフトオーバーのタイムリーツーベースで、マーティンがねインコース、甘めに入ったところを同点タイムリーツーベースというところで、まあロッテはねここで一気に行きたかったですね。でその後ね佐藤がインコース詰まらされてセカンドフライ、そして安田がね、レフトフライというところで、これ一気に行けてたらねちょっと試合展開になったかなというところで、まあ涌井もねさすがにここねよく踏ん張ったかなと。で涌井はねまあ9勝目原トップというところになりましたし、まあチェンジアップがね序盤よく効いてたかなと。でまあ6回以外ねほぼ完璧だったかなと。まあ7回4安打ね7三振無四球、まあ1デッドボールとね、この無四球っていうところがねまあ3失点で、まとまったかなというピッチングになったかなっていうところもありますし、まあカラカがね無失点できてて、まあ浅村にホームラン打たれて、まあ初のね失点になりましたけども、鈴木大地がねまあカットボールを5球続けて、センター前で、浅村にはねカットボール6球続けてホームランというところで、まあ11球連続ねカットボール投げて、まあでもねカラカが首振ってたっていうところもあるんでね、吉田のリードの、だけに攻められないかなと。まあそこまで首振るとね、まあキャッチャーはもうカットボール勝負でっていうところでね、まあそれでねここまでしっかり抑えれてたんで、まあまあそこも仕方ないかなというところもある。逆にね打った浅村が素晴らしかったなっていうところもありますし、まあ楽天で言うとね8回表ね牧田に代わって、清田がねセンターオーバーいい形で打ったところをねセンター田中ねグップレー、あのプレーはね非常に良かったなと。あれもし取れてなかったら下手したスリーベースっていうところもあっただけにね、ああいう守備でのプレーっていうのもね光った試合になったかなと思いますね。そして迎えた昨日ですね3対0、完封負けというところで、楽天はね松井裕樹5回114球とね、めちゃくちゃ投げて5安打でしかも12三振アウト15個しかないのに12三振っていうところで、まあ4四球ね無失点っていうところになりましたけど、まあまあね本人コメントで言ってましたけど、まあ初回からね全力でいったっていうね、まあまさにそのね、言った通りのピッチングになったかなと。まあでも球数多くなりましたけど、まあ松井裕樹としてはもうこのスタイルでね先発いった方がいいかなと。その中であと中継ぎを任せてね行くのが、まあ松井裕樹のねまあいいポテンシャルっていうのが出るような感じがねまあしたかなっていうところもありますし、ロッテとしてはね1回から7回まで毎イニング得点圏にランナー置くも1本出ずというところで、もうああなったらね
まあ特に解説っていうところもないしね、そこで1本出なかったっていうところも正直厳しかったなと。でまああの楽天3連勝、まあ同一カード3連勝というところでね、まあ今季初というところで、あ今季初なんだっていうね、同一カード3連勝が、でまたあのチームとしては初めての5連勝というところで、まあちょっと首の皮ね、1枚もう切れそうになったところを踏ん張ってね、まあ、ここから、面白くなってきたなと。でしかもまあロッテがねこの3連敗したことによって、まあ、一気にね差が縮まってんで、ソフトバンクもね負けてるっていう。でまあ明日からねロッテ対ソフトバンクになりましたけども、ここがどうなるのかっていうところもね非常に注目しながら見ていきたいと思いますね。ということで、まあ、あのセ・リーグとねパ・リーグちょっと動画が感じが分かれましたけど、以上全チームね総チェック終わりですというところで、この金土日特にパリーグがね熱くなってきたというところで見逃せない戦いですね。まあロッテ対ソフトバンクどうなるのか、楽天がこのままの勢いで一気に首位まで躍り出るのかっていうね、っていうところで、まあ連敗大きく連敗したところがね脱落していくっていうね、パリーグ残り約、40試合弱どういう戦いでどういう結末になっていくのか、里崎チャンネル総チェックでよろしくお願いします。皆さんチャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。ということでありがとうございました。